ンピー、ナオキッティです。貴重なお時間、この動画を選んでくれてありがとうございます。皆様愛鳥ライフ、いかがお過ごしですか？私は相変わらずでエース。このチャンネルでは、鳥に関することや役に立つ情報を発信してます。鳥の良さや、これから鳥をお迎えする方へのお力になれたら幸いです。どうぞ最後までご視聴いただき、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。今回は幼鳥期にやっておきたい5つのことについてまとめてみました。ぜひインコちゃんのお迎えを考えてる方は参考程度にお楽しみください。なお4つのことは、私も今だからやっとればよかったって思ったこともまとめてます。内容自体は幼鳥期から1歳頃向けとなっております。今日の献立、食の経験を積ませてあげましょう。いっぱい話しかけましょう。若い時にいろいろなことを体験してもらいましょう。体に触れるようにしましょう。クリッピングについて5つの内容からお送りしたいと思います。食の経験を積ませましょう。ひなの時の食事は、体作りに非常に大事な時期です。長生きするかは、ここにかかっていると言っても過言ではありません。また人間の赤ちゃんでは、3歳児くらいに味覚が確定すると言われておりますが、インコも同じで、幼少期に味覚が決まってきます。なのでこの時期の食事面は非常に時間を割いてほしいですし、ご飯についてはきちんと学習し行っていただきたいと思います。ペレットはシードに比べると俄然食いつきがいいとは嘘でも言えません。一切口にしない子も、ゆくゆくペレット移行を考えるのであれば、この時期にメインをペレットにし、おやつとしてシードや他の食材を与えていくことをお勧めします。ひなの時期にサシエはフォーニラをお湯に溶かしたものを与えるようにすると、一人家になる時にペレットに移行しやすいと言われています。一人家になってペレットを食べるようになったら、シードを後からあげても食べてくれることが多いです。さらにペレットは数種類混ぜて与えていくとなおいいと思います。種類は何でもいいです。ペレット1種類だけ与えていると、もし与えているペレットがなくなった時、他のペレットは食べないということが起きるからです。インコによってはカラーと形が違うだけで食べない、もちろん味も違うので食べないという子が結構多くいたりします。また国産と海外産を別で両方与えておくといいでしょう。海外産のものは輸入なので、世界の情勢に大きく左右されます。輸入数が減ると当たり前のように金額は跳ね上がりますし、そうなった時に国産のペレットを与える経験をしていると困ることが少ないかと思います。またこの時期にペレットに限らず、お野菜、果物の味も経験させてあげると良いでしょう。獣医の先生には栄養価が高く、ペレットをおすすめされることも多いと思います。ペレットは消化しやすいと言われていますので、シニア世代や病気になった時にも胃に優しい主食となります。シード、ペレット、どちらが優れているというわけではありません。どちらにもメリットデメリットはあります。長い将来を見た時に、どちらも食べれるように食の選択肢として増やしていきたいのです。ゆくゆくシニア世代になってきて、硬いものを食べれなくなってしまった子たちがいきなりペレットを食べるかというと、そうそう楽ではありません。シード、ペレットに限らず、他の野菜や果物、ハーブなども与えていると、食べれるもの、食べ物として認識を広げていることで、いざという時に我が子にしてあげれる選択肢が大幅に増えます。選択肢を広げるということは、インコ自身にも美味しいものと出会えること、復食への楽しみを感じることでしょう。インコの食事は全て飼い主に委ねられます。インコの体や健康面について全て飼い主次第というわけです。赤ちゃんから1歳未満は、体を作り社会性を学ぶ非常に大切な時期。初めにもお伝えしましたが、健康で長生きをしてもらうにもここで決まると言っていいほど、食事に関しては大事なのです。
繰り返しになりますが、1歳になるまでは体を作ることが重要になるので、過剰な食事制限は行わず、しっかり栄養いっぱいのバランスの良い食事をしてもらい、経験を積ませてください。インコが嫌いなものを無理やり与えることは必要ありませんが、味覚を学ばせるためにはいろいろなものを試し、飼い主様もぜひ我が子は何が好きで何が嫌いなのか把握していってもらえたらと思います。ご飯に関しては一生付き合っていかなければならない課題です。また今は成長レシードしか食べない、決まったペレットしか食べないと、時期外れだからと諦めずに与え続けていくことが大切です。もしかしたら食べてくれることもあります。あくまで幼少期から行っていただきたいことでお話をしましたが、食の選択肢を増やすという面では決して遅いということはありません。いろいろな食べ物を与えて長い目で見つつ、結果として今後食べてくれるようになってくれることが何よりも大切です。根気よく挑戦を続けていくしかありません。また与えてはいけないものももちろんありますし、シードやペレットによっても栄養バランスは変わってきます。経験を積むと話してきましたが、栄養バランスは必須ですので勉強していきましょう。食事の面では書籍、ネット、今ではオンラインでも学べる場所はたくさんありますので、できることならお迎えする前に一度学んでみることもおすすめします。いっぱい話しかけましょう。インコは集団で生活する生き物です。そんな中で彼らたちは鳴き声で仲間たちとコミュニケーションをとります。飼育下にあるインコたちも同じく私たちが話しかけることでコミュニケーションをとってくれたと認識して喜んでくれます。インコの種類や性別によっては言葉を覚える子もいます。またインコちゃんの元を離れる際など、お手洗い行ってくるね、行ってきます、おやすみ、おはようなど日常的な挨拶も行っていくと、お手洗いはすぐ帰ってくる挨拶だ、行ってきますは長時間お留守番する挨拶、おやすみは寝る時間、おはようは起きて飼い主が遊んでくれる時間など声かけをすることによって、おしゃべりしないインコちゃんもタイミングと言葉で意味を理解し、後の項目にもお話ししますが、呼び泣き行動なども格段と減っていく可能性もあります。このように言葉の意味は深く理解できなくても、毎日会話をするだけでインコちゃんたちは理解していきます。ゆくゆく関係性を築いていくことで、お互いが理解し合える最も簡単な近道になることでしょう。若い時にいろいろなことを体験してもらいましょう。ここでは簡単に4つに分けてお話しします。おもちゃ、カラーと触れ合わせる、与える環境、メリハリのある生活。おもちゃについて、おもちゃはいろんな形があるので、今そんなことを教えてもということもあると思います。ただ似たような感じであれば、ゆくゆく極度に怖がることなくなれるのが早いと思います。せっかく買ってきたおもちゃですから、遊んでほしい気持ちは大いにあると思います。おもちゃを通していろんな仕草も観察したいことでしょう。インコちゃんがそのおもちゃでどんな遊び方をするかはインコちゃんの自由なので、ブランコで乗ることなくかじって遊ぶだけとか、自分が乗るのではなくブラブラさせて遊ぶとかもあると思います。遊び方はいろいろですが、まずは物に慣れてもらうということが大切です。数種類のカテゴリーに分けて与えてあげてもいいかもしれません。カラーと触れ合わせる、これはおもちゃにも類似しますが、おもちゃを通してカラーと触れ合ってもらうのも有効です。なぜカラーなのかというのは、鳥類はカラーの世界で生きています。人間が3原色なのに対し、鳥類は4原色のカラーが見えるのです。カラーで生きる鳥類にもここで好みが出てきます。好きなカラー、嫌いなカラー、私はモノトーンのカラーを好んで服なども選び、部屋自体はモノクロや茶色のものばかりです。なのでうちの手巻きは見慣れない赤色とか黄色とかのカラーが急に出てくるとびっくりするみたいで、ちょこちょこパニックになりかけます。嫌いなカラーも出てくるとは思いますが、ここでもその子の
好みを飼い主様が理解しておくだけでも今後の対策にもなりますし、初見で見るよりパニックを起こしづらいと思います。環境においてインコちゃんが行き来して良い部屋は肩や手に乗せて一緒に部屋んぽして環境に慣れさせることを行ってほしいです。もちろんダメなところは行く必要はありません。ただ開放する部屋に関してはまず慣れるまでインコ自身行かないことが多いですが、もしパニックになった時にそっちの部屋へ行き、初見でわけもわからず壁に激突して二次被害になる可能性もなきにしもあらずなので、小さい頃より慣れてもらいましょう。インコちゃんによっては飼い主様が長く別の部屋にいると好奇心やそばにいたくて勇気を出して自身から来る子もいます。まずインコちゃんも賢いので、仲間飼い主様が触ったり行ってて危険がないかは目で見て学習していくので、ここに関しては今すぐというよりは長い目で行っていってもいいかもしれません。メリハリのある生活、これは割と難しいのですが、インコちゃんに我慢を覚えてもらって我慢体制やメンタル体制をつけましょうということですね。ここでは放鳥時間についてと呼び鳴きについてお話しします。まず放鳥に関しては、インコちゃんが社会性を学び終えて自立するまでは時間を決め、メリハリのある生活を心がけてほしいなと思います。ご自身の一日のルーティンにインコちゃんを迎えて、生活ルーティンにインコちゃんとの時間を取り入れてみてください。インコちゃんが起きる時間から寝る時間、放鳥時間はキチキチじゃなくても一日のトータル放鳥時間、幼すぎると体力面でしんどいので保温も気にせず一人へに切り替わってケージに移す頃のルーティンです。社会性を学んでるときは割と厳しめでもいいと思います。私の場合でグラフを出しましたが、可能であれば一日トータル3時間でも4時間でも大丈夫です。ただ問題なのは大きく時間をとっていて、後にその時間を確保できなくなった時がインコちゃんにとっていつもはもっと遊んでくれてたのにと混乱を招いてしまって、結果ストレスへとつながってしまいます。インコちゃんにとって人間都合でバラバラに動かれると急な変化に心がついていけません。一度ケージ外での遊びを覚えてしまうと、インコちゃんにとってケージは嫌なものと認識してしまうことが多いです。大好きな飼い主様とずっと遊んでいたくて戻りたくないのです。ですがここで甘やかしてはいけません。また気まぐれ放鳥を繰り返しているとインコちゃんにとってケージにいること自体がストレスになってしまいます。私たち人間も長い人生ですから、ライフイベントにより生活も大きく変わっていきます。最初に緩く設定し我慢体制がつかず、緩い習慣から厳しい習慣になってしまうとストレスも大きくなってしまう可能性もあります。次に呼び鳴きについてです。おそらく初めてインコちゃんをお迎えされる方は1話でのお迎えのことが多いと思いますが、インコは群れで生活する生き物です。なので飼い主様大好きなインコちゃんにとっては一人になると不安が大きくなり呼び鳴き行動をします。その鳴き声は想像以上に大きな声でけたたましく、私は不安だ、怖いよと明らかに普通ではない鳴き方をします。それは初めて聞くとどうしたのと心配になるほど、これは飼い主様が大好きであれば大好きなほど過剰に呼び泣きをします。しかしここで呼ばれていくとインコちゃんは泣けば来てくれると覚えてしまいます。状態にもよりますが、呼び泣きは基本スルーするのが得策です。泣いたら来てくれると覚えてしまうと呼び泣きはどんどんエスカレートします。また来てくれないことにストレスを抱えることになります。包丁から呼び泣きへ何でもストレスですが、この2つで重大なのはインコちゃんに我慢を覚えてもらうということです。包丁もそうですが、しっかり生活のルーティンを行い、包丁時間のルールを覚えてもらう、呼び泣きをされても行かず泣かなくても戻ってくるということを覚えてもらいましょう。静かになってから行くなど、おやつを与えるとなお覚えは早いと思います。また前の項目でお話しした話しかけることで、少し離れるね、お仕事行ってくるねなど言葉をかけることで学習を積んでいれば理解してくれるはずです。インコちゃんもルールを覚えていくことで
ストレスになることも少なくなってきます。インコちゃんは意味が分からずにルーティンが変わり一人にはなりたくないのです。インコちゃんの性格にも正直よりますが、毎日の積み重ねでメンタルは強化されると思います。決められた時間しか外で遊べないんだ。呼び泣きをしても来てくれない。一人でいる時間もあるんだと、インコちゃんに理解してもらうことでメンタル体制につながってきます。体に触れる、これはインコちゃんの性格にもよってきますが、手乗りインコになる前提でお話しします。背中やお腹周り、翼、翼の下、お尻など全身くまなく触れるようにしておくこと、触られることに慣れてもらうようにしましょう。大人になるにつれて、種類によっては翼の下やお腹周り触られるの嫌がる子が多くなってくるのではないかと思います。幼少期から触っているのと触らないのでは抵抗されることも少しは減る可能性があるので、ぜひ試してみてください。毎日長時間触るのはインコちゃんにとってもあまりよろしくないので、コミュニケーション取ってるついでに触ってあげるといいかと思います。これはなぜ行うかというと、体におかしいところがないかと見るためです。太りすぎてないか、痩せすぎてないか、何か突起物はないか、毛が、ハゲなどなど、メスであれば卵ができているかの確認も必要になってきます。最初は触ってもおそらくは枯らないと思います。ただ毎日触ってると何かしら異変があると分かるようにもなったりします。また定期検診の都度先生に触診をしてもらってから、正常な状態というのも合わせて学んでいくとなお良いかと思います。触って我が子の適正体型を分かることで、日々の適正な食事量もゆくゆくは可能になってきますので、ぜひ毎日の体重計にプラスして行っていただきたいなと思います。繰り返しますが、触られることへ慣れてもらうことが大切です。懐いてもらっても抵抗を持たれることで触れず、無理に触って関係にひびが入ってしまうということもあります。我が子の状態に合わせて行い、幼少期から行ってても嫌がる子はいるので、必ずしも無理に行うことはなく、触れるところだけでも行うことがおすすめです。クリッピングについて、クリッピングとは何ぞやという方に説明をすると、インコの風切り羽の先端をカットすることです。私自身も反対するわけではありませんが、おすすめはしません。とはいえご家庭の理由もあると思いますので、慎重に判断をしてほしいと思います。チャオ、いなりだよ。ここからは私がおしゃべりするよ。クリッピングを行う目的、一つ目はロスト防止のため、二つ目は手乗りに育てるため、三つ目はパニックになった時事故防止のため。目的は様々だよ。鳥類の種類によってはクリッピングをしている方がいい子たちもいるよ。大型の鳥ちゃんたちは歩いて過ごす子たちも多く、また飛ぶためには環境なども関わってくるから、広いお部屋など設備投資が厳しいようであればクリッピングをしている方が安全だよ。でもこれは小型インコ、大型インコ、ホームに共通して言えることだけど、飛ぶことを覚える前の幼鳥期にクリッピングをして一生ケアし続けてほしいよ。クリッピングをしたところで必ずしも飛べなくなるというわけではないのです。ただ運動能力として劣るようになる。個体によってはカットしてもコツを掴んでリュンリュン飛べる子もいます。ではおすすめしないのになぜ動画に入れ込んだかというと、クリッピングをする場合は幼少期に決めてほしいからです。鳥はもの心がつき始めると練習をして飛ぶようになります。練習を重ねて飛ぶにはどのような力加減が必要なのか感覚でわかるようになります。人間が意識しながらも無意識で歩けるのと同じように、鳥もそれと同じで瞬時に判断をして飛び立ち目的地に着地するのです。それは幼少期に練習を重ね成長になる頃には特に失敗することもなくやすやすとやり遂げることでしょう。クリッピングを幼少期におすすめするのはその力加減をまだ理解してないうちだからです。クリッピングを視野に入れている方にはぜひ飛べる前に判断してもらい、一生涯カットを続けてください。逆にこの時期を過ぎているならなおさらクリッピングをすることはおすすめしません。飛べることを理解している鳥にクリッピングをするとカットされたからといって飛べなくなったということを理解できません。
いつも通りの力加減で飛び、落下事故につながりやすくなります。また先ほども記載しましたが、個体によってはそこから学習をするので、新たに力加減を学んで、やはりビュンビュン飛べるようにもなったりします。クリッピングに確実性はありません。ただ成長になってから行うよりも幼少期に判断すべきことから、今回動画のカテゴリーとして挿入させてもらいました。幼少期に進めるのはインコにとって飛べるという行為が知らぬが仏だからです。お迎えの際にクリッピングを視野に入れられている方は、長い鳥性を踏まえ慎重に判断してもらいたいと思います。今回は初めてインコちゃんのお迎えを悩まれている方、お迎えされて間もない方向けで作ってみました。内容としては一概には言えませんが、長年インコたちと生活してきた中で学び、私が感じたことです。少しでも参考になったら嬉しいです。最初の食事の面は大切なことなので、一番勉強と時間をかけて頑張ってほしいなと思いますが、インコはしつけができないので、長い目でお互い経験を積み学習していきながら、楽しいバードライフになったら幸いです。クリッピング以外は全てにおいて遅いということはありません。食事面も幼少期には体が出来上がる時ですので、栄養価高いのはのけませんが、おやつとして与えるものは時間かかれど覚えてくれる子もいたりします。幼少期に比べ時間がかかるかもしれませんが、トレーニングだって何歳になっても覚える子もいます。ですので、インコちゃんが何歳になってからでも楽しい遊びは行っていってほしいですし、新しいことへの挑戦をしていってほしいなと思います。インコちゃんの各々の個性を大切に自由に成長していってもらいたいものですね。今回も長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございます。私もまだまだですので、他にもやり方あるよってご意見などもあればコメント欄にてお待ちしております。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。